にちは、元男の子のラッカなんです。で今私トイレにいるんですけど、大人になって初めてうんこを漏らしました。うんこ漏らしたよな。彼女何大人になったのに、うんこ漏らしたのみたいな。別にあれですからね、これは私のせいじゃない。なんでかっていうと、昨日ですね、下剤を飲んだんですよ。なんで飲んだかっていうと、私多分ね、もうずっとなんですけど常に便秘気味なんですよね。さすがにもうね、5日間ぐらいしてないと自分に対していろんな感情が湧いてくるわけですよ。あれ、私と、なんで溜め込んでんのかなみたいな、なんか日常生活を送ってる最中にふとそういう感情が飛び飛び起きるんですよ。4日以上になっちゃうと、4日以上溜まっちゃうと、あれ、私って全手動うんち運搬人間なのかなみたいな、なってきて、今なんかこういうね、かわいい服とかおめかしとかしてるけども、私の体の中はすごいぞと、なんかそういう風になっちゃうっていうか、なんか自分が気になる男性と一緒にいる時も本当は違うけどなみたいな。すごいぞ。そんなことなかったんですけどね。まあだからその下剤のせい、私のせいじゃない、下剤なので、うんちを漏らしたっていうのは事実だけども、事実じゃないっていう。なんでまあそもそもトイレに間に合わなかったんだっていうことなんですけども、今朝なんですけど、朝起きた時に私ね、2段ベッドの上で寝てるんですよ。まあロフトベッドっていうか、2段ベッドというかロフトベッドで、ちょうどさっきそのアマゾンから宅急便が届いたわけですよね。で2段ベッドだから、そのインターホンが鳴った瞬間ベッドの上から飛び起きてはしごを降りて、でインターホンに出なきゃいけないじゃないですか。はしごを降りるってことはですよ、インターホン出るまでにちょっとラグが生まれるわけですよ。私の家のインターホンは3回コールが鳴ったらオートロックなんで受付が終わっちゃうわけですよ。そうなると再配達っていう恐れになってしまって、今日どうしてもね受け取らなきゃいけないものだったからすごい焦ったの。しかも寝起きだから、その自分がその完全に覚醒してない状態で踏ん張るってことは、まあお分かりの通りですよ。まあ、そういうこともあって飛び降りた瞬間にベッドでガバッと起きて、すぐに振り返ってはしごを降りますと。ではしごを降りた時にはもう貯粉率、私の体の中の、95% ぐらいだって、もう少しで漏れちゃうよみたいな、で崩壊しちゃうよっていうところから、最後のそのはしごを降りる時に踏ん張ったら、お尻膨らんだなみたいな、なんか、はぁみたいな。なんか今まで生きてきた中で、その、味わったことない感覚だねみたいな。不思議な感覚に陥りまして。まあでも、とりあえず玄関行くか、みたいな。めちゃくちゃイケメンのお兄さんだったのね、ヤマトさんなんですけど。パジャマの姿で私出たからね。ああ、一人暮らしの女性でパジャマで、ああ、なんか、いい、みたいな。多分、思ってるわけですけども。でも、本当の私は違うぞと。本当の私は今お尻がアヒルみたいに膨らんでますけど、みたいな。
まあでもそこ気づかないから、でも結局人間って側が大事なんだなみたいな、まあ思ったわけですよ。人間第一印象、中身も大切ですけども、やっぱ外見、人間って長い歴史の中でいろいろとこう最先端に進化していきましたけど、やっぱ人間って動物なんだなみたいな。お猿さんとかもさ、お尻赤いじゃないですか。で、あれってね、要は求愛行動とかでね、異性を引き寄せるみたいな。結局私たち人類も猿と一緒じゃんみたいな。いや一緒なんだって思ったわけですよ。だからまあ外見がね、こうなんかちゃんとしっかりしてる人でも、もしかしたら街中でもそうですよ、すごい可愛い女の人とかいるけど、もしかしたらうんち漏らしてる人かもしれないし。だから私はね、まあ自分がこうなってしまったっていうこともあるので、他の人に対してもまあ厳しい目線でこれから見ていこうかなと。例えばその合コンとかでね、出会った男の人とか見ても、この人イケメンだけど、もしかしたらうんち漏らしてるかもしれないしなみたいな。だから全てを知ってからじゃないと人のことを信じれなくなりました。今日のねこの朝、成人してもう10年経ちましたけど、まさか大人になってもう10年経った私が、まあ、しかもね、もう女として生きてるわけですよ。終わったなみたいな、もう失うんないぞと、うんち漏らしたし被告になったし、もう やばいですよ。でそれを動画で発信しちゃうっていうね、もうそこら辺の感覚も麻痺してる自分がやばいと、とても強く思います。なのでこれからですね、私みたいにこう YouTuber で、女性 YouTuber としてね、こう一名で生きていきたいっていう人は絶対にならない方がいいと思う。恥をこう晒して生きていくことになりますので、結婚してその子供を授かって、自分の親がこんなことをしてたんだみたいな、お母さんが昔こんなことをネットに全世界公開してるっていうのも、末代までの恥になりますので、もう今ね動画撮ってますけども、まあいろいろと吹っ切れました。もしかしたらこの動画、まあ今あれですよ、もう覚醒状態になってしまって、もういいやみたいな、悟りを開いたので動画出してますけども、まあ動画一応出しますよ、出しますけど、やばいなと思ったらすぐ非公開しますので、すぐ見てください。街中で視聴者さんにこの本件を いじられると思いますので、まあそれはもう好きに焼くなり煮るなりしちゃってください。もうカメラ目線ができないんで、今死ぬほど恥ずかしいから。ということで、青木かのん、大人になって初めてうんちを漏らすっていう動画でした。こんな私に同情してくださる優しい方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録とかお願いします。あとはですね、私のうんち SNS ぜひフォローしてください。あと最後に、この日をもちまして、私はもううんちについて言及すること絶対ないんですので、コメント欄とかでも、この動画以外のコメント欄には私がうんち漏らしたっていうことに絶対に書かないでください。ただでさえ何かを失ってしまった感覚がすごいのに、さらに追い打ちをかけてしまいますので、おやめください。ということで、うんちを漏らした青木かのんでした。さよなら。